まずはこちらで手指消毒をお願いいたします。悠々ライブコンサートにご出演いただきありがとうございます。今回のコンサートは遠くの方へもインターネットで世界中に届く新しいコンサートスタイルですが、いかがでしたか？うん、今日も相変わらず我がお家に帰ったような気分に、いつもゆうゆうさんというと私の庭みたいなお家みたいな感じで、相変わらずあったかみのあるステージだから楽しませていただきましたよ。本日歌われた曲の中で1曲 PR をお願いいたします。やっぱり1月2022年の1月にあれした希望の鐘、それで今一生懸命動いてます。はい、皆さんもきっとこんな声を張り上げないでも歌えるし、世界平和と自分自身のね、体のこと、もうね、やっぱりある程度年代になってくると、大丈夫だと思っても、あちこちガタが来てますから、そんな気持ちでね、歌うと、世界平和とかそれだけじゃなくて、自分のね、平和っていうのかな、そんな思いで歌わせていただいてます。はい、また悠々ライブコンサートにご出演していただけますか？はい、悠々、はい、さんがやる限り私がいない悠々さんなんかダメなんじゃないなんて自分なりにね、本当楽しませていただいてます。頑張ってください。いつも楽しませていただいてます。それでは最後に、はい、視聴者の皆様、はい、ファンの皆様へ一言お願いいたします。はい、皆さんいろんなことが、公私ともどもいろいろございましょうが、でもね、目線を上に向けて明日の日を見てね、明るく今ね、悩むっていうことは一歩前進と思って明るく前向きに行きましょうよっていう、私はそういう感じでお弟子さんやお客様なんかとね、 お出かけあった時に必ずそんな風な掛け声をかけさせていただいてます。はい、ありがとうございました。はい、こちらこそお忙しいね、ありがとうございます。よろしくです。